レミー、あるいはレミー・キルミスターの芸名で知られる、ヤン・フレイザー・キルミスターは、イギリスのロックミュージシャン。同国のロックバンド、モーターヘッドの主催者。バンドではベースを駆使し、激しいダミ声を使った、ボーカル及び大多数のレパートリーで作曲を担当。HR、HM や、ハードコアの分野に、多大な貢献をし、リスペクトされる存在である。ストーク・オン・トレントで生まれ、 ウェールズのアングルシートで育った。少年時代からライブが良いし、駆け出し時代のザ・ビートルズも見ている。1960年代にはジミ・ヘンドリックスのローディをしていたという。タブラを使用した異色ロックバンドサム・コッパルでボーカルとギターを担当した後、1972年にサイケデリック・ロックバンドホーク・ウィンドにボーカリスト、ベーシストとして加入。 同バンドの前世紀を支えたが、ドラッグの問題などで1975年バンドを解雇される。その後同年に大音量で演奏するフリークアウトミュージックをコンセプトに自らをフロントマンとするモーターヘッドを結成。以来40年にわたり、モーターヘッドで文字通り不動のフロントマンとして活動。この間、パンクロック交流とハードロック衰退、ノイスブーム勃興と、 世界的なヘビーメタルブーム、オルタナティブミュージックの台頭など、ロックシーンは激動するも、彼が作り出す、独特の爆走型ロックンロールは普遍であり続け、レミー没後の現在も、どの世代からも、どの時代のミュージシャンからも支持され続けている。それぞれの時代で、若手バンドをツアーに帯同させて、成功へのチャンスを与えるなど、常にロックシーンで、 兄貴分として敬愛され続ける存在でもあった。ホークウィンド、モーターヘッド以外の活動では、ラモーンズのライブにゲスト参加したり、アイアンメイデンのトリビュートアルバムで、ザ・トゥルーパー、クイーンのトリビュートアルバムで、タイユ・ア・マザー・ダウンをカバーしているほか、フーファイターズのフロントマンのデイブ・グロールのプロジェクトで、あるプロボットに参加していた。近年体調を崩していたが、 2015年12月26日に末期癌であることを宣告される。すでに脳などにも転移が見られ、手の施しようがない状態だったという。その2日後である12月28日、ロサンゼルスの自宅にて制去70歳没。死因は前立腺癌と不整脈と心不全だった。彼の死を受けて、モーターヘッドのメンバーであるミッキー・ D ーは、 バンド解散を公式に表明した。ベースは一貫して、立憲バッカーを使用。強力なピックアップに変更した、シグネージャーモデル4001、4003、形式不明の特殊モデルも存在する。晩年は、同4004も愛用。これはボディが、ウォルナットで作られており、表面に多くの葉の彫刻が施されている。この大きなベースを、 フロントピックアップ付近でピック引きするのが彼のスタイル。高音源を多用し、復元を用いての5度コードを基本としていた。マーシャルアンプとの組み合わせで、ベースとは思えない、ギターのような、歪んだ音で演奏する、非常に個性的なスタイルを貫き通していた。マーシャルからは後に、彼のシグネーチャーモデルが発売されていた。またマイクを顔より高い位置にセットし、やや上を向いて、 歌うのも特徴であった。理由は、下を向くと吐いてしまうためだろうと、長年言われていたが、当の本人は、この方が楽だったからねと、生前述べていた。トレードマークの髭とイボを愛用した、ドイツの聖望や鉄十字章。ありがとうございます。